ポテトさんにもう会えないというまた面白珍事件が起きましたので、彼女は NMB4 デートシアターに吸い込まれていきました。ポテトさんからすごい丁寧な LINE が来たので、せっかくなんでおすすめの白玉を食べに行きたいと思います。これは見えないわ。これすっごい薄くない？やってます、大丈夫です。はい、すごい、悩んでしまう、ね、むちゃくちゃ、どうする、これは悩むじゃん。だけるようにいっぱい作ってます。あー、やばい、やばい。なんか思いついてきちゃったんで、今自分がそっか大阪にいるんだ。大阪にいるね。泊まりはしました。本当は昨日日帰りで思いついて上海に行ってきたんですけど、思いついて飛行機乗って上海で日帰り、名古屋に帰る予定が上海で乗り遅れて何屋さんですか？私ですね、すごい説明するの難しいんですけど、これちなみにここのお店、今これ撮影しちゃってるんですけど、 YouTube は誰？あれだ、 YouTuber さんなんですか？拍手してください。え、違う、まだまだそんな、まだ、え、本当ですか？いいですか？あ、なんか撮りながらでしょ？若い女に触れるだけでも私の中のジジイが、はい、すいません、すいません、ご無理します。あ、すごい、暑いですよ、気をつけてくださいね。すごい、暑いのでアイスとヒヤーズでお召し上がりください。美味しいですよ。はい、あります、味変えるだけ使ってください。はい、かわいい。いやいや、もうお姉さんのもかわいいって今すいません、入れすぎます。いや、そんな、なんかすいません、暑いのにさらに入れすぎて申し訳ない。なんかすいません、ありがとうございます。やったー。カラフルな白玉、とてもゆでたてですね。ゆでたてです。イエヘイ。あ、え、ほんと、お餅だ、もう。あ、そうですね。すごい。いただきます。こちらの子もともともち米からできてまして。うわー。腹持ちもいいので、なかなかお腹空かないけど。うん、こうもくもく。おいしい。なんか、シャドマってもっとなんかこうちっちゃくてコロコロしてるみたいな。そうですね、ああいう冷凍のやつもね、料理してるとなんかそういうイメージだったんで、こんななんかゴロッと大きくてもちもちしてるのはなかなかない。うん、ちょっと今日こそ帰る。よいしょ。オレオが、うわー、ごめんなさい、お客さんに言えないことをいいことにすげえ叫んでる。うん、うーん、おいしいだ。あ、もしかして私の汚い部屋見てます？はい
綺麗なんですよ。すごい。はい。すごいですね。いや、すごい捨てました。もうゴミ袋が、ね、夏冬はさ40袋を超えてますよね。ごちそうさまでした。いや、美味しかった。はい、完食です。いちごが好きなんですか？いちごが好きですね。うちのエースはグレープフルーツなんです。そうなの？そうなんです。グレープフルーツびっくりするぐらい美味しいんですよ。ありがとうございます。すごい。これも一緒に行ってもらっていいですか？はい、ありがとうございます。同時にお召し上がりください。はい、もし難しければ冷凍してください。はい、わかりました。なんかすみません、たくさんお話しさせてもらって、楽しい時間をありがとうございます。いや、もうめちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。アイドルさんの顔を見れるなんて。いや、もう遠い過去なんで。そうなんですか？はい、もうだいぶ前、だいぶ前。いや、可愛いです、今からでも。今からはもう踊れへん、もう踊れないの。ちょっと肉が、はい。はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。わあ、すごい素敵な時間だった。では失礼します。バイバーイ。バイバーイ。ひらたまプラスさんでございました。すっごい美味しかったんだけど、マジで美味しかったの。わあ、楽しかった。新大阪に向かうとこだった。新大阪新幹線は帰れません。サンダーバード新幹線在来線やばない。一駅だけ新幹線乗んなきゃいけないの。マジで乗らなきゃいけないの。いや、もうなかなかの旅でしたね。こっからもう富山にあとは帰るだけです。切符もちゃんと買いましたんで、あとは安全に富山に帰って、いやー、いろんなことが起きた2日間でした。まだ丸2日経ってないんですけどね。2日間濃いかったわ。やばい。ということで、タコの大冒険はこれにて終了のはずです。見ていただいてありがとうございました。そしてこれからもみんな頑張れって、このチャンネルを応援してくださる方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。お待ちしてます。以上、四条美佐子でした。バイバイ。